よし、皆さん、ズグッツナイトです。今日はちょっとビデオ作れてかったので、まあ、やっぱり、サバゲーするのいいと、みんなはやっぱりプレートキャリアが超人気ですね。でも、プレートキャリアの設定は、みんなが全然違うですけど、それで、まあ、ズグッツナイトのおすすめの方が、もう今に教えるかな。よろしければ。じゃあ、プレートキャリアは最初には、この骨に、一番前のプレートは、ここまでが、ピンポンです。それちゃんと胸と全部守るから、守らないとプレートキャリアはやっぱり意味ないですね。じゃあ続きまして一番大切ものは、まあ銃のマガジンですね。銃はマガジンがないと戦わないですね。戦わできないと勝ちはできない。それ最初はマガジンパウチ、一番前の方はマガジンパウチが正しいですね。マガジンパウチは、まあ、みんなはやっぱりシングルが一番人気。シングルで123と HSGI のタコスとか、いろいろのバンジーストラップの方で取りやすいと、超速いは一番人気です。と、小さいフィールドと速いゲームなれば、それはちゃんと当たれる。問題なし。でも、もっと長くなれば、マガジンは2個ぐらいでもできる。2個はもうちょっと前の方になる。でも、あまり建物の頭部、やっぱオープンしないとあまり必要ないからあまり邪魔しないけど、マガジンも一番大切。それで一番前、それでシューティングながらパパパパン弾なくなると、目をずっと前にマガジンを落とす、新しいマガジン取ると銃に入れる、ずっと前に見ないといけないから、それで一番前は覚えやすいと見つけやすいと問題なし、どっちでも取れると。もう僕はシングルじゃなくて、この元パウチの取りやすいのは、タクティカル・テイラー・ユニバーサル・マガジン・パウチ。一番好きです。じゃあ次には、メディカルの興味と、もっと本物をしたいの人は、やっぱりメディカルパウチが必要。これ HSGI ブリーダーのパウチ、ターナケットとか。大切は右の、まあ右の手がよく使ったら右の方がいい。左になれば逆の方がいいんですけど、右がよく使うからこっちに入れました。そのままで邪魔しないと、小さいのパウチと毒には当たれ、本物には当たれたらすぐにどっちでもの手は取れるが一番大切。それでもし、うん、本物の方で当たれたらすぐにこの左の手使いなターナケットにパチンすると、それからパウチに取れるとバンデージピシュッシュ OK です。それでこっちもどっちでも手を捕まえるから大丈夫ですね。次は、まあチームなれば無線機が超便利ですね。それ無線機のは左の方で入れたら一番使いやすい。大きいのか小さいのどっちでもいいけど、これでアンテナは邪魔しないと。大きいなればそのワイヤーキットで後ろの方のアンテナできます。それともっと大切には音はどのぐらい聞こえると、もし敵が近いと、誰か喋ってるちょっとうるさいからちょっと静かすると聞こえるから、もっとアップと話があるとかちょっとですね。それともっと大きい、すごく大きいチームなれば、いろいろチャンネル使うから、チャンネルも設定が必要なら、それも簡単できるさ。とりあえずそれは一番大切。手榴弾なればダンプパウチが一番早い。ダンプパウチに入れてとパパパパンと敵がある建物の中、そのままで左で手榴弾取るとピシュッ簡単。もしポーラスターとか HPA システムを使ったら、パウチがこのカバンの方ですごく便利ですね。プレートキャリアに入れたらとガスタンクはあまり通らないから大丈夫です。水袋も入れたらまだ脱水にならない。でもストラップの方を使ったらはもうちょっといいですけど、HPA は面倒から問題ないです。もし水だけとかクレイモアマインとか他のものが入ったら、ストラップに使ったらパンパンパンすると敵がいないの時に銃をちょっとロスストラップに取って、中身を取れると設定できるか、元リセット、車かヘリコプターに乗ったらカバーも取れると、そのままでプレートキャリーはスリックから問題なし、いい使いやすいと。
でもまあそれが一番大切ですね。以外は自分で好きなことはやってもいいんですけど、でも少ないの方ができるのことはもっとあるんですから、ここにはまだスペースがあるけど、なしから腕に邪魔しないと、もうちょっと軽いからいいんじゃないか。とハンドガン使ったらパウチは邪魔するはダメですから、もっと後ろの方がいいとか、それは足の方で、パウチは邪魔すれば大変ですから。まあ、そのアドバイスは一番大切から、それまでですね、やりすぎの方はすぐ重くなると便利じゃないと気をつけないといけないな。まあでもこのビデオはそのままでやりたかった。それでは自分のおすすめ。じゃあ皆さんお疲れ様です。と次のビデオ、まあ楽しみに待ってください。よし、以上、お疲れ様です。